皆さん、こんにちは。ベイダーチャンネルのアイナです。バイト帰りです。帰ってきた瞬間にカメラをつけるという。ね。はい。ということで、髪の毛もボサボサで、今日は日焼け止めと軽くパウダー塗っただけなので、ほぼスピンです。ということで、今日はですね、題名のある題名、サムネ見える通り、の通り、今日は9点メガ割購入品紹介です。ということで、やっていきましょう。動画、スタート。ということでですね、数多く買ったわけじゃないんですけど、届くのが結構遅くてですね、やっと今日の朝、最後の1個届いたんですよ。そう、まだ届くものがあるんですけど、それはメガ割後に買ってるものなので、購入と投稿紹介はせずに、またメイク動画とかで出していきたいなと思ってるので、はい、メガ割で買ったものだけ紹介しますね。まず1つ目、じゃじゃーん、リリバイレットステリアイズ929ジェルアイライナーっていうやつです。アイライナーです。19番のミスティピグっていう色味なんですけど、これ写真で見た感じ、なんかアイシャドウ塗った後に、ここの下のラインとかだったりとか、ちょっと色味を入れて、ちょっといつもと違う、ちょっとおしゃれな目にできるよみたいな、そんなアイライナーなんですよ。濃い色じゃなくて、こんな感じの色味なんですね。そう、メイク動画で使いたくて、そう、ジェルライナー全然持ってなかったから、なんかこういう色味あんま持ってないなと思って、黒とか茶色とかばっかだったから、こういった、なんかアイライナーとしても使えるし、なんかアイシャドウじゃないけど、そういう、ちょっとこう、ここだけ入れたりして、ちょっと雰囲気をガラッと変えれるようなアイライナー欲しいなと思ってたので、買いました。安かったです。700円、800円ぐらいです。はい。次は、じゃじゃーん。リリバイレット、グレッシーレイヨーピクシンティント、マスケッサワーっていう12番ですね。本当は、5番がすごい人気だって言って買おうと思ったんだけど、ソールドアウトしてたじゃないですか、ずっと目が悪いって。はい。だったので、12番を買ってみました。こんな色味です。はい。結構モーブ寄りな感じの色味ではあるので、またこれも動画にします。はい。今回、買った理由は、私最近本当にいろんなメイク動画を出してると思うんですけど、それでも使いたいなと思って、今回はベース系よりは、なんかそういうリップとかアイシャドウとか、ですね。はい。じゃん、次。ミュード。どこだ？名前どこだ？どこに書いてある？ミュードソフトブルーティントプレンチプラムっていう色味です。私これの10番持ってるんですけど、それのグラデーション用に濃い色欲しいなと思って、13番も買おうと思ったんだけど、バーガンディ寄りな色、それもいいなと思ったんだけど、今回はそちらをやめて、新作だったんだけどね。そう、私的にはもうちょっと明るめな色の方が似合うのかなと思って今回やめたんですけど、また買う機会あったら多分13番買うと思います。こんな感じの色味です。なんか10番と9番の組み合わせ使ってる人多いと思うんだけど、本当に見ての通りプラムって感じの色味で可愛い。私プラム系大好きなの。大好き。大好きなの。はい。で、続いては、じゃーん。ホリカホリカマイフェイブムードアイパレットピクトローズっていう、ピクトローズって色味です。これ知ってますか皆さん。ホリカホリカから出た、新作のアイシャドウパレットなんですけど、今回はタロットがモチーフのアイシャドウパレットなんですよ。そう、私のお母さんが占いの勉強をしてて、そのタロットもやってるんだけど、っていうのもあって、余計にこう、可愛く見えて、じゃーん。
見て、めっちゃ可愛くないですか、デザイン。でもさ、ここにさ、デザインがあんの、蓋にあるのかなと思ったら、まさかの、こうやって刻まれてるんですよね。だから使うのがもったいないですね。はい。ね。続いては、じゃーん、もう一個あります。タロリーダー。タロットのリーダー。タロットリーダーっていうのかな？です。さっきのは、どちらかというと、ウォーム寄りな感じなんだけど、もう一個のこっち側は、クールトーンです。じゃーん。かわいい。見て。月？で、こっちが太陽っぽくて、こっちが月って感じ。めっちゃかわいい。またこれも動画にしたいと思ってます。全部動画にします。全部メイク動画にしたくて買ったものたちなので、はい、これからそのメイク動画もあるし、普段にも使いたいなっていうものを選んでるので、はい。前も言ったけど、私は全色買う人じゃないから、そこは申し訳ないんだけどね。このホリカホリカシリーズも、前回のなんか、海がモチーフみたいなやつあったじゃないですか。あれのパレットも自分好みではなかったので買ってないし。そう、ホリカホリカのこのパレット紹介しようかなと思ったんだけど、よく思えば前回の2色と、多分バターみたいなやつの2色持ってないんだよね。はい。これは2つ合わせて5色ぐらいしかないんですけど、それでもよかったらまた動画にもしたいと思っております。はい、次じゃーん。リリーバイレット、ムードキーボード08番、ラベンダーダイヤルっていう色味です。リリーバイレット。これもうめっちゃ可愛いんです。何が可愛いかっていうと、ザ・ブルベ冬さん向けな色なんだけど、私クリオの今回のエアーの新作の05番も好きだったんだけど、ザ・青み系じゃなかったのよ。だけど、リリーバイオレットは、黄み寄りなカラーが一つもなくて、そうなの。じゃん。かわいくない？めっちゃかわいい。おすすめです。本当に。これもまたメイクします。また、そのクリオの05番と比較したいなと思ってるので、また半顔メイクする可能性もあるね。はい、リクエストがあったら半顔メイクします。しなくても、リクエストなくてもやっちゃうかもしれない。個人的にも気になるから。そういうのって普段やらないじゃん。動画だからできることってあるじゃないですか。だから。はい。続いては、じゃーん！ミュードショルモモンツアイシャドウパレット、ライラックモモンツっていうやつです。私、このミュードの02番のアイシャドウパレット持ってるんだけど、04番も可愛いなってずっと思ってたし、私がずっと見てる、私も美容系としてやってるけど、美容系でもやっぱ憧れの人がいるわけで、私ミルクティーちゃんも好きだけど、セレサちゃんっていう美容系 TikToker さん、クリエイターさんが好きなんだけど、もうなんかずっとそのこのシャドウを使ってメイクしてて、で、カラコン紹介だったりとか、グリッター紹介だったか忘れちゃったんだけど、そういう時も、あ、今日のメイクいいなと思って聞いたりしたら、このアイシャドウ使ってる今日みたいなとか、私、こう動画探るじゃないですか。動画のコメントを探ると、これ使ってますって返信されてる多くて、なんか、02番だけ、04番だけもあるけど、その02番、04番を混ぜて使うっていうのがすごくいいって、可愛いっていうのを聞いて、買っちゃいました。めっちゃかわいい。02番も一応ここにあるの。02番も、なんか本当にこの02番はアイドルさんメイクにぴったりなの。本当。カリナちゃんいるじゃない。エスパの。カリナちゃんメイクこれぴったりです。友達にメイクした時これ使ったんだけど、めっちゃカリナっぽさ出たので、おすすめです。うん。かわいい。はい。ね。もう私、スキンケア系も買いたいんだけど、そう。目変わりじゃない時に買ったりとかするからさ、そう、今回は、美容、スキンケア系はやめました。
はい、最後、じゃーん。パーフェクトダイアリーのトランなんちゃらブローリングローズパウダーです。これはパーフェクトダイアリーのフェイスパウダーなんですけど、フェイスパウダーはフェイスパウダーでも、普段こうフェイスパウダーってさ、白とかピンクとか多いと思うんだけど、これね、見て、青いの。わかるかな？青いの。ケースめっちゃ可愛い。パーフェクトダイアリー私初めて買いました。はい、次、パーフェクトダイアリー買うってなったら、ハイライト買うと思います。めっちゃ気になってるハイライト。最近ハイライト冒険してて。またハイライトも、いろいろ買って、集めて動画にしたいなと思ってるので、ぜひ楽しみにしててください。何の報告って感じだけど。で、これはなんでこの色なのかというと、この色だからかわかんないけど、酸化防止っていうやつで、私ファンデーション塗るじゃないですか。したら、酸化してるせいなのか、普通によれちゃったせいなのかわかんないけど、色がこう、私ピンク肌だから、ちょっとでも黄身寄りなファンデーション塗るじゃないですか。で、ファンデーション塗ってパウダーピンク系塗ったら大丈夫だなと思うんだけど、もうちょっとでもよれてくると、その黄身が出てきちゃってくすんじゃうんですよ。そう、ファンデーションってくすむものじゃなくてさ、自分の肌のこの、そばかすとかニキビとかいろんなとこ隠しつつも綺麗な肌に見せれるものだっていうのに、なんかここよりもここの方がこう暗く見えちゃう、こうぼんよりしてくすんじゃって見えちゃったりとかして、あれだったから、そういうのがなくなるようにと思ってこちらを選びました。はい、みなみちゃんが使ってたかな、これ。青のパウダー？これじゃないのかな？わかんないけど。みなみちゃんも使ってたはずです。はい。っていうことで、終わりです。はい、ということでですね。約何点買ったかな？1、2、3、4、5、6、7、8。8点。1、2、3、4、5、6、7、8。8点買いました。またアイシャドウとリップ届くんだけど。まあそれは目代わりじゃないから。はい。今回は9点目代わりで購入した8点コスメを紹介いたしました。YouTube にたくさん出そうと思ってるので、ぜひ、今出したアイシャドウで気になったアイシャドウ、これと比較してほしいとかっていう動画、コメント気になるものだったりとか、これ使ってこういうメイクしてほしいとか、本当にリクエストあったらもう一人何百個でも、もう何個でもリクエスト受け付けておりますので、私の顔でよければたくさんしますのでコメント待ってます。ということで今日はここで終わりたいと思います。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。みんなチャンネルのあやなでした。また明日ね。バイバーイ。